皆さん、こんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永喜代です。今日も気軽なオンライン診療健康相談ということでございましてね、今日はマッサージについてお話ししたいと思います。今日はですね、月曜日ということで、いつもの性交痛外来からの Facebook ライブになりますから、マッサージといってもですね、いろんな種類がありますからね。今日はですね、性交痛外来でよくお勧めしております、デリケートゾーンケアマッサージについてお話を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様ですね、本当に気軽にいいね、ハートマーク、よろしくお願いします。で、コメントもですね、際どいコメント、大丈夫ですから、もう、今何食べてますとか、スマホで見てますとか、パソコンですとか、今愛媛県ですとかですね、そういうのをコメントしていただけるとすごく嬉しいです。今日もですね、性交痛外来からの Facebook ライブになりますから、なかなかコメントしづらいことを重々承知で進めております。お昼のですね、気軽な健康相談でございますので、よろしくお願いします。で、一番最初にですね、私これをですね、また、シェアタイム、シェアさせていただきますので、ちょっとお時間いただきます。これがですね、シェアをしないと最初にするのもですね、すごく毎回、緊張してるのね。生放送のライブでやっているので。でも、それができないと、またね、なかなか進まないから、じゃあ一つシェアさせていただきます。今日は、マッサージについて。です。シェア完了です。よし。ということで、本題に移らせていただきましょう。ね、私ね、デリケートゾーンケアマッサージを始めたっていうのは、非常に、なんでそんなこと始めたのっていうところから。私はね、今まで本を何冊か出させてもらってるんですけれども、いつもこだわっている点があって、私の本はセルフケアにこだわってずっと作ってきてるんです。っていうのも、私自身がもう医療過疎のところから生まれ育ってるから、どんなに、例えば東京とか、都会に行けば、県庁所在地に行けば受けられる医療、MRI とか CT も含めてね、そういうのがなかなか手に届かない、ものすごく医療格差の中で育ってきた。だけど、出版をする、本を出すっていうことになれば、そういうね、大きな総合病院がないところに住まわれて、でも本当は困っている人にも届くんじゃないかなと思ってね、それでいつも医療をベースにして、そしてそれを皆さんがご自宅でセルフケアでできることに落として、そして出版することで皆様の健康を守る方法もあるんじゃないかなと思って、出版をいつも意識して、セルフケアの本ばっかりって言ってもいいぐらい出してます。例えば、肩こりであったり、腰痛もそうですね。今だと指が痛いとかね、ヘバーデン結節っていうんですけど、こういう痛いっていうのは、今まで皆さんの中で痛み止めを飲めばいいじゃないかっていうケアを頭痛もそうだけどしてこられたと思います。でもその痛み止めが効かないとき、もしくは痛み止めの量を減らしたいとか、また本当は飲んでも効かないとかね、そういう方々がどうやってやったら痛みを軽くできるかとか、痛みを起こりにくい体にできるかとか、またそこで痛みを感じたとしても、なんとか自分でね、病院に行かなくても行けるケアが、セルフケアでもう、どこまで行けるかって、まあ、ぎっくり腰を治すとかね、そこら辺のレベルまで行けますから、そういう医学的な知識をもとにやっていってると、すごく大事なことに気がつきました。更年期障害、ね、自分自身がね、更年期になって、すごく更年期障害に悩んできて、その中の一つの更年期障害って言ったらね、例えば、ホットフラッシュ。まあ、顔がパッと赤くなるとか、そして、まあ、汗をだらだらと変な時間、自分だけかくとかね。本当は暑くない環境でも、なかなか体温調節が下手になって変な汗をかくとか、あと不眠。で、やる気が出ないとかね、だるいとか、倦怠感、朝起きられないとか、こういう更年期障害に襲われたわけです。でもね、更年期障害をセルフケアで治す。ね。そういうのもある中でよ。更年期障害の中で、ものすごく多くの女性が訴えているんだけど、これまでフォーカスされなかったものに、性交痛、デリケートゾーンのトラブルがあります。非常に、まあ、更年期っていうものは何でしょうっていうと、女性ホルモン、エストロゲンっていうね、女性ホルモンがぐーっと減ってくる、
更年期っていうのは50歳を境にして前後5年だから、だいたい45歳から55歳、この間の女の人たち。この人たちがぐーっと一気に女性ホルモンが減ってくる。その女性ホルモンの低下に対して体や心がついていかず、そこに生まれる症状っていうのが更年期障害になるわけです。そうすると皆さんが知っているホルモン、女性ホルモンって決して汗とかさ、そんなところにだけ効いてるわけじゃないのよね。でね、皆さん更年期障害って言ったら何を思い浮かべます？さっきの3つの症状もあるけど、でもこんなことありません？だるいとか、なんか記憶がなんかうまくいかなくなっちゃったとか、太りやすいとか、中高年の女性になってくると骨が骨粗鬆症になりやすいから折れやすいとか、あと頻尿とか尿漏れ、デリケートゾーンの話をすると少し子宮とか膀胱が落ちてきて子宮脱になってしまったり、もしくはまあ膀胱のトラブルだけじゃなくてデリケートゾーンの匂いね、なんか昔とは違うなんか匂いが変わったとかね、あとまあ少しデリケートゾーンの話だから濡れなくなったとか、私が専門に痛みで扱っている性交痛が増えましたとかね、あとね、感覚、感じ方も変わってきましたとか、もう性欲そのものが落ちてきましたとかね、いろいろあります。でもね、この更年期の症状をタラタラタラって言っただけで、なんだか全身にわたる影響だって気がつかれました？うん。でも一番最初に女性ホルモンが減ってきた時に、その時に起こる症状が更年期障害ですよね、なんて話しましたよね。だけど皆さんの中で更年期障害、そして女性ホルモンって言われた時にですよ、女性ホルモンって言われたら何を思います？当然妊娠や出産、女性のまあ肌の衰えとかもあるけれど、女性ホルモンって言ったらやっぱり妊娠出産の時に非常に大きな役割を果たしているホルモンだ、女性らしさを保つホルモンだっていうイメージありません？そう。でも私が一方で言った更年期障害の症状って、女性ホルモンが減ってくるんだけど与えている影響ってね、骨の話もあればですよ、やる気が出ないとか、不眠、脳みそですよね。あと頻尿とか尿漏れとか、これ膀胱ですよね。全然妊娠や出産に関係ないと思いません？今日はこの問題のところから、そしてマッサージの問題までお話ししますよ。さて、今日もね、いつもね、準備している手書きのテロップ、今日も準備しました。でね、あんまりにもね、毎回ね、私がね、手書きでね、本当にマジでこれ、100円ショップで買ってくるこの手書きのテロップなんですけど、先生さ、ちゃんとパソコンで入れて、やろうよとかね、タブレット使おうよってみんなに言われてるんだけど、ちょっとタブレット勉強しようかしらとちょっと思いつつね、なんかでも絵描いたりするのも楽しいから、そういうのでもうちょっとしばらくこの100円ショップのね、買ってくるこういう、ね、何なんだろうな、これお絵描き、お絵描き用のこういうのを使っていこうかなとちょっと思ってます。まあ味があるっていう表もありますからね。じゃあ今日のマッサージに行く前のオープニングのデリケートゾーンケアマッサージの基本の木からいきましょう。さて、先ほどから問題になっている女性ホルモン、女性ホルモンって言うんですけどね、女性ホルモンっていうのは大きく分けて2つです。2つ。女性ホルモンにはエストロゲンっていう女性ホルモンとプロゲステロンっていうこの2種類があります。で、皆さんがよく肌ツヤがよくとか、思春期がとか、更年期がとか、いろんな症状が出てっていう話をするときのホルモンは、上にあるエストロゲンという方のホルモンの働きになります。で、このエストロゲンっていうホルモンなんですけど、女性ホルモンなんだから、この二つとも妊娠や出産、授乳、これらに対して大きな影響を与えています。でも、エストロゲンっていうのはね、女の人が女性ホルモンだからたくさんあるだろうとかって思ってらっしゃるかもしれないけれども、女の人が一生で作れるエストロゲンの量っていうのは、ちっちゃい方のスプーン、ティースプーン。ティースプーンにたった一杯分しか作れないんですよ、一生の中で。で、
たったそれだけの量のものが、例えば妊娠出産にも影響するし、思春期でいろいろ女性の体を作っていくし、更年期になってそのもともとごくごく少量の女性ホルモンであるエストロゲンがちょっと減っただけで、まあなんかね、心も体もなんかズタボロみたいになる、更年期みたいに更年期障害が出たりとか、大変大きな影響を与えます。まあ、ホルモンっていうもの自身がですね、ごく少量の容量、本当にごくごく少量で体に影響を与える分泌物質っていう定義ですから、非常に本当にごく少量なんだなっていう気がしますね。この女性ホルモンの話が出たから、今日男性ホルモンの話もちょろっとしておこうかな。男の人も更年期障害ありますでね、女の人には女性ホルモンだけかっていうとそんなこともなくって、女の人にも男性ホルモンがあります。で、今まあエストロゲンの話をメインに持っていきますが、女の人の性欲は主にエストロゲンっていうもののこちらの女性ホルモンの方が司っています。で、まあ産後であるとか、産後と更年期の時ですね、にぐっと減っていくタイミングがあります。出産される女の人っていうのは20代30代、非常にお若い方なんですけれども、実際妊娠している時は女性ホルモンが非常に高い値をキープしています。で、分娩後、産後になると非常に高いエストロゲン、プロゲステロンのところから、ね、分娩後はそんなにたくさんいらないから、妊娠をキープしなくてもいいから、そこからぐーっと減っていくわけです。ですから更年期のところは自然な女性の加齢変化として女性ホルモンがぐーっと減るんだけれども、産後しばらくの間もですね、高かったエストロゲンがぐーっと減るので、更年期障害によく似た症状が出ます。具体的には性交痛もその一つです。濡れにくくなったりもします。また感じやすさ感じ方なんかもね、非常に変わったりするんですよ。また気持ちのムラが出たりとかですね、とっても大きな変化、心の変化も出やすい、イライラしたりしやすいですよ。はい、コメントいただいてありがとうございます。はい、梶川さん、キヨさん、メガネ似合ってるよ、ありがとうとございます。はい、金子さん、グッドです、ありがとうございます。かんちゃん、あえて手書きでやるところに心がこもっていていい感じ、ありがとうございます。やっぱりちょっとまあもう少し手書きで進めちゃおうかな、そうやっておっしゃってくれるから。で、エストロゲンの話で、まあ男性ホルモンも女の人にあるっていう話をしてまして、男性ホルモンの中でもテストステロンっていうのが、やる気だったり性欲だったり、まあ積極性だったり、こういうものを司ってるんですけれども、女性にもテストステロンはあります。まあ副腎とかから分泌されるんですけれども、でもおよそ男の人のですね、10分の1しかないです。ですから性欲を司るテストステロンって考えるとですよ、男性ホルモンって考えるとですよ、まあ先日お話しした男性の性欲と女性の性欲、一般的にどちらが強いだろうという話になると、やっぱり男の人の方が強いかなっていう気がしますね。で、そのテストステロンだけではないのだけれども、性欲に与える影響はね、テストステロンを基準に考えると女の人より男の人の方が10倍あるよっていうね、まあこういう話で、次は女性ホルモンのエストロゲンの働きについてお話をしてみましょう。さっきのね、ちょろっと言ったんですけど、更年期障害が決して汗とか妊娠出産以外の症状がたくさん出る話しましたでしょ。だからエストロゲンっていうのはね、その子宮とか卵巣とか、まあ膣とかね、デリケートゾーンとか、そこら辺に影響するだけのホルモンじゃないと。全身に影響するんだよ、女性ホルモンっていう話のまずは基本から。で、エストロゲンが分泌されてですね、作用する場所っていうのはアルファ受容体、ベータ受容体、まあ2つあるんですけれども、全身に分布しているっていうところだけまず押さえましょう。で、このアルファ受容体っていうのの方が主に子宮、卵巣、乳腺、まあ言ったら妊娠とか出産に関わる方ね。で、あと腎臓とか副腎にも含まれます。で、このベータ受容体っていうのにもありましてね、2つあって、このベータっていうのがエストロゲンが働く受容体の一つなのね。これを見ていただくとすごく分かって、骨とか脳、肝臓、血管、皮膚、肺、
甲状腺、膀胱、この臓器たちにもエストロゲン、女性ホルモンが働くんです。それを考えるとね、これまで皆さんが知っている知識と合致しますよ。例えば、そう、中高年になってくると骨が弱くなるから女の人カルシウム取りましょうねとか運動しましょうねとか言いません？あれは実際エストロゲンのベータ受容体が骨に分布してるから。この女性ホルモンが減って骨に与えるエストロゲンの作用が減るから骨粗鬆症も一気に進んじゃうね。あと脳にも影響する。妊娠出産だけじゃないのね、女性ホルモンが働いてるのね。この脳に働くっていうことが作用しにくくなる。要するにエストロゲンが減るから、更年期になると。それがなると何が起こりますかっていうと、そうよ。やる気が出ないとか、朝起きれないとか、不眠とか、ああいうのにやっぱり女性ホルモンが働いてるっていうのは脳にそのレセプターがあるからなのね。で、あとね、肝臓とかも言っちゃう。で、肝臓とか言ったってあんまりイメージ湧かないでしょ。でもね、タンパク質を作りにくくなるの。肝臓の機能が弱ってくるとよ。そうすると、お肌の張りとか失っていくわけよ。肌もほら、タンパク質だから。で、あと皮膚もそうだけどね。あと肺、甲状腺、膀胱、そうよ。膀胱にね、エストロゲンって大きな影響を与えるから、実際、更年期になってくると何が起こりますかっていうと、頻尿とか尿漏れが非常に大きく起こってくるわけよね。で考えるとよ、私たちの体っていうのは、女性ホルモンっていうのは決して妊娠出産だけじゃなくって、私たち女性の人生の中で、そのライフステージごとに大きな影響を与えているっていうことがすごくよくわかるのね。でも、女性ホルモンが女性ホルモンの働きをするときに大きな働きはやっぱりアルファ受容体。要するに妊娠とか出産のときに働くっていうのがメインになる。そうすると、子宮や卵巣、そしてデリケートゾーンに与える影響というのが非常に大きくなってくるわけよね。でね、今日マッサージっていう話を しようと思ってたんだけど、デリケートゾーンに与えるエストロゲンの影響ってすごい大きいんだよっていう話したでしょ？じゃあ、エストロゲンが減ってくると、デリケートゾーン、どんな風な変化が起こってくるかなっていうお話ね。もうね、切実すぎてね、このテロップ書きながらちょっと私ね、心が折れそうになっちゃったぐらい。デリケートゾーンは劣化します。ちょってね、劣化とかいうのね、ほんと辛いんだけどね。要するに、お肌とかも一緒じゃん。わかりやすく言うと。ちゃんと化粧水とかクリームとかマッサージとか栄養、火から当てないとかね、そういうふうなケアをされていらっしゃると、同じ40代、50代、60代でも差ができてくることはご存知ですよね。お手入れはやっぱりしていないと髪の毛もパッサパサとかならない。なんかね、髪の毛細くなるし、抜けやすくなるし。実は顔だけとかね、妊娠している場所だけじゃなくって、デリケートゾーン自身も非常にエストロゲンの影響を受けるから劣化しちゃうの。劣化。じゃあどういう風な症状が出るかっていうと、はい、性交痛。まあこれは私が専門で外来やってるよね。痛くなる。濡れなくなってしまって乾燥が進んでしまってそれで摩擦してね、そんで痛くなる。でそれから組織の柔らかさっていうのを失っていくのね。水分保持能力っていうんだけれども、それもエストロゲンが大きく影響してるからね、性交痛になる。そしてその濡れやすさっていうのは分泌腺ね、デリケートゾーンのところから性的刺激によって濡れるようになる、その線自身がエストロゲンの影響を受けているから、エストロゲンが低下してくると、もともと自分の気持ちやパートナーとの関係が変わったわけではなく、更年期になると濡れにくくなってくる。で、乾燥しやすくなってくる。で、これをね、パートナーにも女性伝えにくいわけなんですよ。で、自分がどう変わっていくかっていうことを、まだまだ分かってないし、分からないよね。だから気をつけて。はい、石塚さん、大事なことです。ありがとうございます。こちらこそコメントいただきありがとうございます。で、女性自身も分かってないから、なんでと思ってる人もいらっしゃるの。なんとなく若い時と違ってデリケートゾーンが匂うようになったぞとか、なんかショーツが擦れてヒリヒリするぞとか、ティーバッグが食い込んでくるようになったとかね。あと、下線のショーツが履きにくくて、面の、まあ、含有量が多くないと、
荒れるようになったとかね、かゆみが出てきましたとか、こんなことが起こってきます。これは起こるのが悪いんじゃなくって、起こるのが普通です。起こってくるようになります。なんで、いつまでも女の人が妊娠できるような体制だと困るんですね。なんで、自分が非常に加齢をした時にですよ、赤ちゃんを産んでしまうと、その世代を育てられないでしょう。だから私たちは生きるべきに生きて、活動すべき時代に活動して、そして死ぬべきタイミングで死ぬ、こういうふうにして人類という遺伝子を残してきてるからなのよ。だから更年期になって閉経するのはごく自然なこと、女性ホルモンが減ることも自然なことだけれども、それ以外のね、いろんな症状が出てくることに対して全く無策であるかというと、そうすると私たちの QOL、クオリティオブライフね、生活の質がすっごく落ちてしまうから、それをいかに防ぐかっていうことも私たち人生100年時代の女の人が知っていかなければいけない。まあそんなことを思いながらね、今日もね、もう月曜のお昼なのにこういうね、お話をして Facebook ライブをしております。で、今日のお話のマッサージのお話に行きましょう。じゃあ本当にマッサージが、デリケートゾーンのマッサージが効くのかという話、聞きますよ、聞きます。で、私が聞きますとか言ったってね、なかなかなんで、私ちゃんと、それでですね、今度、はい、じゃじゃん、日本性機能学会、こちらの方でですね、発表させていただこうと思います。デリケートゾーンのケアっていうものに対して、なかなかそのセルフケアでね、どこまでデリケートゾーンの劣化を食い止められるかっていうことに対して、なかなか研究っていうものがこれまで日本人女性でなかった。なのでね、じゃあないんだったら私がやっちゃおうということで、こうやってデリケートゾーンのセルフケアマッサージっていうものがしっかりと効果がありますっていう話をします。で、私が行ったところ、これはですね、平均年齢でいうと 49.3 歳の女の人に8週間、まあ2ヶ月マッサージ、デリケートゾーンケアを行っていただいたところですね、統計学的な優位差を持って、匂い、かゆみ、性交痛、これらがですね、改善しました、半減しましたっていう話です。なので、何歳から始めますかっていうと、もう本当若い時から、今でしょ、本当今、今日からでもやっていただきたい。なぜかというと、女性ホルモンっていうののピークっていうのは何歳でしょって言われると、エストロゲンのピークっていうのは20代全般、22歳ぐらいにピークを迎えます。思春期からぐーっと増えていって、女性ホルモンのピークはなんと22歳ぐらい。そこからですね、下降線をもうすでに辿っている。30代でももちろん下降線。そして40代に入り、45歳から一気に低下してくる。これがごく自然なナチュラルコースの女性ホルモンの変化です。ということはですね、もう20代から始められても十分、もうしてほしい。ちゃんとしっかりしてですね、デリケートゾーンを若々しく保っていただきたい。デリケートゾーンのね、ケアのマッサージをしていただくことによって何が変わるかっていうとね、マッサージっていうのは皆さんもデリケートゾーンだけじゃなくてね、普通のフェイシャルのマッサージとか、背中のマッサージとか受けられたことがあると思う。でね、マッサージっていうものの効果っていうのは何を狙っているかっていうと、皮膚をさする、ね、マッサージってこうクックっていうのもあるんだけれども、さすったり撫でることによって何が起こりますかっていうと、一つはね、血流が良くなる。で、表皮の硬さが、組織が柔らかくなってくる。そしてリンパ液を流れを良くして促すことができる。ね、いろいろあるんですよ。科学的にもわかります。はい、石塚さん。生物なので劣化はやむなしと思いますが、加齢だと思って諦めていったら、今それは治療だよと言ってくれた産婦人科医。そうですよ、そうですよ。その通り。もうね、加齢なんです。普通の加齢で。だから諦めなさいっていうね、またね、これまた、諦めさせることが医療だと思っちゃいけない。こういうふうなことはナチュラルコースです。ならば、こういう症状が出たら、こうしましょうね。っていうのが本物の医療じゃないかなと私は思っています。で、私も、まあ、更年期世代ですから、いろんなことをやっています。あ、マッサージの話しなきゃいけないのに、もうこれ出しちゃった。で、私はいつもですね、これはエストラジオール、保険適用ですね、HRT っ
ていうんですけれども、女性ホルモンの補充療法、これも私は毎日自分自身にしています。塗るだけです。ジェリータイプになっててそれを腕に塗るようにしています。そういうふうにして減っていくエストロゲンというものをね、補充しながら自分ら、自分らしい人生をしっかり、更年期だからといって諦めずに自分らしさをしっかり保てていく、これが本来の医療のあるべき姿だし治療だと思っています。もう一度マッサージの話に戻しましょうね。マッサージっていうのは強くやればいいっていうもんでもなく、こうしっかりその方が気持ちがいいなと思うのがマッサージの極意になります。でですね、このマッサージを受けるときに2つポイントがあるんですよ。いいマッサージと悪いマッサージのポイントあるんです。誰がするかなんですよ。自分自身が信頼を置いている人のマッサージはオキシトシンがたくさん出る。オキシトシンっていうのはね、安らぎとかね、不安を軽減する作用のあるホルモン、脳内のホルモンになるんですけれども、オキシトシンがたっぷり出ることによって私たちの安らぎを得てマッサージ効果が余計出やすい。2つある。1つは誰がするか、要するに自分自身が信頼を置いている人がする、ね、もう1つあって、これはね、温かい手で行ってもらうっていうのがポイントだ。いいですか。マッサージをしてもらうときには温かい手で、そして自分自身が信頼が置いている人のケアを受けるっていうのが効果がよく出るマッサージのポイントになります。もちろんデリケートゾーンケアのように実際自分自身で行うケア、もちろんパートナーに行ってもらってもいいんですけれども、自分自身でお風呂上がりにケアするときにはですね、清潔に保っていただいて、かつ自分の手が温かくしておく、これがですね、デリケートゾーンのケア、マッサージの効果を非常にリラックスを得て血流を良くするときのポイントになります。またですね、私の方のこのデリケートゾーンケアの時のコツの中には、エストロゲンが入っているオリーブオイルを使ってみたりとか、いろんな工夫を積み重ねています。デリケートゾーンケアっていうのをね、特別なものだと思わないで、本当自分自身の体の一部じゃないですか。女性にとったら、日本の女性の場合はね、デリケートゾーンな膣の周辺を見るとか、口に出すとか、人に相談するとか、こういうことをね、すごく、意味嫌うもの、ひた隠しにしときたいものっていう時代が長かったのね。私たち自身も実際学校でデリケートゾーンのケアを学んだわけではないし、そして、膣が劣化するとか、デリケートゾーンが劣化するんだよ、更年期、みたいな、ごくごく普通の流れなのに、そんなことも知らずに教育を受けることなく今まで来てしまっているっていうのが日本人のパターンかなとも思います。ですから、これから更年期以降の、ね、人生の方が非常に充実しているかしていないかで、ね、人生そのもののクオリティも変わるよねって思います。昔の一昔前、私たちの親世代とはまた違う新しい価値観の更年期のケアだったり、自分でできることっていうのは非常に大きくなってきています。またインターネットの発達で私たちの得られる情報も格段に多くなりました。でも反対に、私は一方でね、大量になったからこそ誰が発信しているのかっていうことがすごく重要になっていると思うんです。もう本当にいい情報も悪い情報も同じように出てくるでしょ、バーンって。で、多すぎて自分が信じたりやりやすいなと思っているものに、この医学的論拠があるのかとか、本当にそれはやっていいことなのか、効果があることなのか、どうなのかっていう、そのね、インターネットならではの情報量をどこにいても誰でもゲットできる半分、その情報に対する自己責任を負わなければならないような時代も来ているじゃないですか。特にもうデリケートゾーンのケアなんか、実際そんなね、わからない人の情報は私は怖くてできない。だから私自身が発信するときでも、もう学会で発表したりとか、歴史ある商品だったりとか、信頼のおける先生から学んだこととか、そういうことを中心にしかお伝えしないように、すごくこう見えて細心の注意を払っています。そうじゃないと、膣とかね、粘膜っていうのは吸収率が非常に大きいので、
腕に先ほどのね、あの女性ホルモンは塗るもんなんだけれども、吸収率が違いすぎて危なくって、あのこれいいわよなんていうことすらなかなか言えない。だから皆さんにもあのその点ははっきりとね、マッサージするときには信頼のおけるものを、そしてできるだけ不純物のないものをあのお勧めしております。また次回以降ね、どういうものがいいとか、こういうものがありますっていうのの、あのお話をしていこうと思います。あの私ね、麻酔科医なんですけれども、まあ、女性の更年期世代の女性だし、性交痛外来やっているので、できるだけ幅広い産婦人科の先生であったり、泌尿器科の先生であったり、まあ、いろんな先生方とネットワークも持たせていただいて、できるだけ女の人っていうものをね、いろんな科の先生の角度から見て、専門家の意見を見て、そして偏りなくお伝えできたらいいなと思っております。今日もまた時間となりました。でですね、今日できるだけね、月曜日はね、もう性交痛外来で私もあのクリニックの方が休診日ですからね、あのちょっと、ね、他のスタッフたちに聞こえないような感じで、月曜日はできるだけこうね、皆様がちょっとコメントしにくいかもしれないなと思うような内容かもしれないけど、勇気を持って発信していきたいと思います。またあのご清聴いただけたら嬉しいです。普段はですね、12時半から1時までやっております。今日はですね、30分遅れで始まりました。どうも申し訳ございません。できるだけ時間の方も調整して発信していけたらなと思っております。はい、コメントありがとうございます。和歌山さん、女性だけでなく男性もいろんな部分は相談できずに、後に病気とかになる。本当そうですよね。なかなか臭いものには蓋をしろっていうんじゃないんだけれども、それでは死なないでしょうみたいな感じにどん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 追いやられるんですよね。更年期の問題だったり、やる気が出ないとかね、男女問わず非常に大きな問題だと思います。いろんな角度から言える麻酔科医ですからね、ご質問とか聞きたいことあったらお気軽にメッセージください。で、その話をいただいたメッセージ等はすべて目を通しております。できるだけ皆様のご意向に沿った発信もしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは今日もご清聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。まあ、明日はですね、火曜日ですので、定時の12時半からお送りいたします。富永清のオンライン診療健康相談、ご清聴いただきありがとうございました。また明日ね。またね。ありがとうございます。橋さん、時間がずれたおかげで、拝見できました。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。石塚さん、すごくわかりやすいです。天城流の講座の女性専科もしたいのですが、発信の仕方を教えてます。言いづらい話、ありがとうございました。ありがとうございます。